前田敦子のハートソングス。こんばんは、前田敦子と畑元博です。さあ、今日はちょっと畑さんのプライベートみたいな、なんかちょっと教えてください。何、はい、すかね。さっき太りやすいとおっしゃったじゃないですか、はい、人よりすごい人一倍食べてる気持ちもないんですけど。あ、そうなんですか、うん、多分子供の時に太ってたから、はいはい、あ、でも写真こないだライブの時出たんですよね。かわいい。太ってたでしょ。その写真横浜スタジアムで出したんですけど、はい、基本太ってんだと思うんですよ。本当ですか。ベーシックがで、デビューの頃にちょっと痩せてたんだと思うんですよ。あ、たまたま。たまたまで、今まあ普通なんじゃないか、畑元博としては。これがベースなんですね。まあベーシックな位置にやるんじゃないかと思います、ね、そんなクマさんって言われるみたいな。そうなんです、ね、でも、でも人前に出る人としてはね、もうちょっとシャープだといいかなと思います。本当ですか。そんなことないですか。はい、魅力の一つだとあ、よかった。しかも太ってはいないですよそうですか。はい、フォルムが柔らかそうみたいな。フォルムが丸いっていう。はい、一番好きな食べ物なんですか、ね、今ヒットみたいな。ちょっと今ですか。はい、唐揚げにやっぱり甘酢的なのがかかってるやつは今一番来てますね。あ、揚げちゃってますね。油淋鶏的な。はいはいはい、あれはなんかやっぱその、はい、この季節いいですよね。そうですね、ちょっと甘酸っぱい。酸っぱいのいいですよね。ね、あんな唐揚げをちょっとだけさっぱりいただこうとしてる気持ちがあるっていう結局でも食べてるやん。そうですね、好きな食べ物唐揚げ。唐揚げかもしれない。やってますか、トレーニング。こういう何ですか、プロモーション時期とか、はい、忙しくない時にやったりもするんですよ。何やるんですか。ジム行ったりとか鍛えたり、走るみたいな。なんか筋トレとかストレッチが多いですけど、はいはい、だから人前に出てない時すごい痩せててメディアに出ると太ってるっていうのがあるんですね。普通逆なんですけどベースが太ってるんだ太ったんじゃないんです、太ってるんですそれだけお願いします。畑さんの太ってる話。太ってる話でこれ終わっちゃうじゃないですか。最終話は畑さんの悩みをね、はい、キララにねお送りしたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、今週はですね、火曜日に一緒に1500回目を、うん、はい、迎えてくださいましたけど、畑さんから曲を選んで、まあ、プレゼントみたいな形でお送りしていますが、うん、選曲させていただいていますけども、はい、ね、女性シンガーソングライターで選んでいて、はい、今日はですね、ケイティ・タンストール「アンダー・ザ・ウェザー」って曲があって、はい、まあ、この人もどちらかというとかっこいい系ですね、うん、ケイティ・タンストールは。この人でもいろんな曲の振り幅があって、はい、すごいアルバム聴いてて楽しいタイプっていうか。あ、そうなんですね、うん、へえ、聴いてみよう私も、うん、ということで2週にわたって畑さんとお送りしました、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。それではまた来てください、はい、畑元博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。